今もうますます経済地獄の中で家賃が払えない、住宅ローンが払えない、まあそれが放送政治連盟として嘆願書を送るように運動しております。そして家賃を補助するという政府の方針がなかなか実行されていない。だから仕方がないでしょ、家賃払えないのは。職がない、日当がもらえない。今失業者が400万人というのは嘘。何回も言うように非正規社員の数は非正規社員の中で仕事を継続している人たちは30%、70% は仕事来ない、日当もらえないんです。家賃払えるわけがないでしょ。だから集団訴訟をするのが我々放送政治連盟だけど、家主だらけだから集団訴訟もできないような構造になってますよ。加害者が一人なら集団訴訟できる。もう家主さんだらけ、世の中店子だらけが集団訴訟は組み合わせが作れない。だから嘆願書を送ってるわけです、家主さんに。どうか待ってやってくださいと。特殊政令が出るまで、または家賃補助金が届くまで待ってやってくださいと。そうせざるを得ないから、それをしなければ、心の拠り所がなく、相談相手がなく、家賃の催促は毎日来る。ノイローゼになって首を吊る人がどれだけ増えてるか。ローンが払えないためにどれだけ不安になってるか。首を吊る前にみんな病気になってる。薬買う金もない。健康保険でも国民保険ならば3割負担ですから。べらぼうにぼったくりの医者が多い中で、ちょっと行けば2万円、3万円の 30% となれば、3万円の 30% ならやっぱ1万円払わなきゃいけない。それ3日行ったら3万円。これすら払えないから病院にも行けないという人がどれだけおるかと。加藤勝信官房長官、あなたも厚生労働大臣から横滑ってきたんだから、よく考えてもらいたい。菅総理大臣、あなたも法政大学空手部の出だから、空手道を身につけてるわけだから、空手道イコール武士道に通ずるわけ。武士道の基本精神は弱い者いじめしないということだ。なぜ安倍政権は強い者にこびって弱い者をいじめたか、許せない。そんな弱い者いじめの安倍の政権をそのまま引き継いだんでは、武士道が泣きますよ、空手道が泣きますよ。菅総理大臣、なんとか弱い首を吊ろう吊ろうと一家心中しようという人たちを救うために、家賃の問題、住宅ローンの問題の解決をお願いしたい。そのためにバカな家主は裁判所へ訴えて家賃滞納したから立ち退き請求の裁判を起こす例が多い。まあ裁判所もそれを受け付けないようにしなきゃならん。何百万件数受け付けて、裁判所がその書類を真面目に作っとったら、どれだけの税金が無駄に使われるか。どっちみち裁判で
家主が勝つのは契約書があるんだから当たり前。勝っても追い出せますか、これ。裁判で勝ったからといって追い出せるか。執行できるか、立ち退きの。執行する、したら、たちまち、何百万人、何千万人が、路上で生活しないけどなるぞ。いわゆるシリアの難民、レスボス島で焼かれて、今ドイツへ、かろうじて1500人だけは逃げた。助けてもらった。それと同じようなことが、家賃未払い難民によって、裁判所が全部執行したら、どないなるんだ、これ一体。最高裁長官、よく考えてくれ。少しは空手道のかじった内閣総理大臣、菅。よく考えてもらいたい。勝信官房長官もよく考えてもらいたい。日本国民を殺さずに生かして、もう一回国家再建のために、我々は真面目で正直な日本人を、これ以上犠牲にするわけにはいかない。これが国家評議会として内閣に進言いたします。